皆さん、こんばんは。ナナです。ごめん、みんな遅くなりました。今日から、ドラゴンズドグマ2のライブ配信やっていきたいと思います。ラフさん、みかんさん、コウジさん、コングマー、あ、柴犬さんも、コングマー、コングマです、コングマです。そうです、ごめんなさい、そうなんです、ごめんなさい。みかんさん正解。ぴったりに終わっちゃってさ。あとさ、今日、X にもちょっとアップしてみたんだ。でさ、まだちょっと全く始めてないからさ。あ、春巻さん、コングマ、帰り道気をつけて。これってさ、ポーンじゃなくて、キャラクリしたじゃない？キャラクリしたやつって、もうそのまま引き継ぎになるのかな？なんかそういう設定とか全然まだやってないんだけど、もし途中でやらなきゃいけないとかだったら、ちょっとごめんね。え、もし始めちゃうね？待ちに待ってた、ドグマ2。ヘポッコ各社として頑張っていきたいと思います。え、設定で引き継ぎ？こっち？こっちの設定で？え、柴犬さんちょっとそれ教えてもらいたいです。ん？あ、設定なしで引き、あ、また怒られちゃう。また怒られちゃう。字が読めない。設定なしで引き継ぎできます。ありがとうございます。出だしが不調だな。出だし好調な時があった時ないね。出た。よし、じゃあやっていくよ。とにかく楽しくやるのが、この配信の目標なので、皆さんも楽しんでもらえると嬉しいです。深呼吸だね。じゃあ行きますね。じゃあスタートします。音量とかもしバランスおかしかったら教えてください。ありがとうございます。ネタバレ回避ね。ありがとうございます。ご挨拶だけ。嬉しいです。頑張ってくださーい。おつぐまー。帰りました。コウジさん。おつぐまー。なるほど、どうか静粛に。長きにわたり我らがベルムントは真の君主不在の時代を送ってきた。それは承知だろう。この流骨の玉ありがとう。戦王エルランドゥ以来数十年主を求め続けてきた。だがそれはもはや過去の話。もう耐える必要はないのだ。今まさに摂政公が統治する時代は終わりを迎えた。今こそ皆で讃える時が来た。我らが待ち望みしよう。各社王様のご到来を。私？違う？おお、なんと凛々しいお姿。陛下に永遠の忠誠を。ああ、陛下、どれほどこの時を待ちわびたか。
か画面ちょっと白いかな、明るいかな、もやっとしてるよね。さあ活目せよ、龍骨の玉座、龍に選ばれ、龍を滅ぼせし者のみが座すことを許された場所が、今まさに正当なる主を得たり、我ら幸いなり、我ら幸いなり、各社王こそが我らが崇めるべきものであり、真実の王だ。王に祝福あれ、王に祝福あれ。すごい歓迎されてるよ。王の治世が末永く続くことを願い、そしてまた永遠に王の助けとなることを心に誓わん。我らがベルメント王に、我らが王に、各社よ、龍をほほらんとする者よ、この世界の真なる姿を見んと欲すんなら、貴様は断りを捨てねばならぬ。心を捨て、命をも捨てる覚悟で、貴様の意志を示せ。運命を変えうるのは汝の意志のみ。何？発掘現場。牢獄？皆さん、こんぐまやめた。ヘポコだけど、プレイしていくので見ていってください。さて、どいつだ？黒焦げだったのは。顔と名前を記録してやる。さっさと前に出ろ。キャラクターを選択します。ここで選ぶんだ。何人かの候補から好みのものを選び、封筒の人物を選び、始めから用紙を作り込むか。あ、封筒が私？このさ、今最初に映ってたのと、この今ここにいる私は別物なのかな？それは後でわかるやつかな？もしそうだとしたら、ちょっと待ってね。音を大きくしたいわ。こうやって他のこの人たちを選ぶこともできるんだ。おい、どうなんだ？間違えて選んじゃうと。俺をイラつかせるな、クソ。めっちゃ怒られてる。で、これ選べばいいのね。はい。あはー、わかった。お前だな。そうだ。あ、これね。作者のキャラクターデータがあります。使用しますか？はい。あ、いたいた。終了でいいのかな？ちょっとね、痩せさせたの。あ、タラさん、コングーマー来たよ。初日からプレイしていくよ。これ終了したらこれで選べるんだよね。ちょっとね、あのね、肩幅狭かったから、じゃあ、肩幅広かったから狭くして、お腹とかもちょっとね、痩せさせたんだ。体重がね、だいぶ軽くなっちゃったから、あれだけど。年齢二十歳にしちゃった。年齢二十歳です。決定。この内容で確定しますか？はい。実物に近くなったということで、そうですね。安心にしちゃふてぶてしい。なんかさ、一番最初年齢選ばされてさ、そのまま最初の数字が二十歳だったの。だからそのまま決定をしちゃった。つい。気に入られる反、これは会話送っちゃっていいのかな？肝心ってのは目が死んでるもんだ。死んだところで生き返るなら当然の話かもしれんが、まさかお前はそうじゃないのか？俺たちのように死ぬのが怖いのか？だが安心しろ。セリフアンヌ助かる。死にたくなる。
ついてこい、ノルマども。当日年齢ついてこい。はい、何何、追加コンテンツが反映されました。ゲームを進めると利用できるようになります。おー、あ、自分見れるんだ。ちっちゃくしたい。これでも160センチなんだね。みんなが大きいのかな。こういうの話した方がいい。挨拶しとこうかな。いい。あれ逆だな。何か用かい。なすみさん、コングマン、ありがとうね、みんな。あ、ダメだな。気が緩んできたぞ。俺を憐れんでくれるか。そうだよ、ナナちゃんだよ。全然奈々ちゃんのあれじゃないけど、じゃあ行けばいいのかな。で、歩き方なんとかなんないのこのお手洗い行きたいのかな。ちょっと待って、もう早く行こうか、早く行こうか、ついてこいって言われてたよね。カメラ操作 OK。 走るわ。あれ、ついてこいって言われていなくなっちゃってるけど、これ合ってるかな。まずい、ぼーっとしてしまった。そうそう、クレーンかけるな。あ、この人についていくんだっけ。私さ、ポン作ってなくてさ、大丈夫、合ってる。ポンをさ、まだ作ってないのだから、結構すぐポン手に入っちゃうのかな。だとしたらさ、とりあえず、デフォルトで作ってあるやつを使っといて、後で変えようかなって。もし、今日中になってしまったら。手に入るって言い方。何やってるんだ、クズが。さっさと歩け。何、ちょっと今、あんま見てなかったけど。みんな、あれなのか、なんか鎖かなんか足が重いのかな？なんかこういう歩き方になっちゃってんのかな？嬉しい、自分で作ったキャラ。見れるのがいいね。傷は大丈夫ですか？無理しないでください。傷。ここの環境はかなり悪いです。はい。ポーンならまだしも人の身では。現場に行きましょう。彼を怒らせてはいけません。オッケー、怒らせてはいけない。走れる、急に。やっぱりちょっと足が。後ではアイテム必要だったり面倒。なんかその変更するアイテムってこと。じゃあ今日もしそうなったら、ポーン作るところからまたやってもいい。みんな、しない方がいいです。監督官は容赦をしてはくれません。なんか走り方かわいい。で、どこ行く。あ、こっちか。怪我のせいかな。やっぱ歩き方変だよね。なんかおむつとかしてる。おむつしてそう。よし、仕事にかかれ。アポン作りも納得するようにやりたいの。だから後でと思ったんだけど。あ、レゴさん、コングマ。あ、仕事にかかれ。なんかつい読まなくていいのに読もうとしちゃう。指示された場所の岩を確保する。あの、右下の、左下のマップの、仕事をするのですね。止められる。では奥の作業場にある岩をここまで運んでください。わかりました。ご丁寧に。関節脱臼してんのかな。怪我ってそれかな。あ、ポーンも雇ってもらえた。なんかさ、それってさ、オンラインにしとけばできるやつ？せっかくの新作だし、納得できるようにやってくださいね。了解です。ちょっと今。かわ
い。ね、かわいくない？LB とこれで。明るい明るい。ね、明るさどう？なんかちょっと白っぽくない？こんなもん？でさ、ちょっとま、あ、マップ。ここだね。ここに来る。来ればいいみたい。この石を運ぶの？え？怪力なんだね。あ、頑張る！あちこち物が散らばっていますが、邪魔ならおつぐまかな？おつぐまでいいのかな？お仕事かな？あ、ポーン仲間にするタイミングでパイ、あ、ポーン ID 晒して、晒しちゃいますか？ここではちょっとあんまりそういうのはやってほしくないなぁなんて思ってるんですけど、ダメでしょうか？ベッドが恋しいな。やだやだ、もう帰りたい。毎回うまくいくとは限らない。どこに？ポンは仲間みたいな常に連れて歩けるやつ。そうなんですよ。一度それをやってしまうとみんなにやらなくちゃいけなくなっちゃったり大変になってしまう可能性があるので、トラブルを避けるためにちょっとそういうのはやらないようにしたいなと思ってます。ご理解ありがとうございます。来る予定はなかったのだけど、毎回うまくいくとは。うんうん。でも私が使うときに ID が見えてみんな使っていいよとかいう分にはいいかもしれない。その辺はちょっとその時の流れでやりたいなとは思ってます。どこに置くんだ。この人？お疲れ様でした。あ、では次は。はい。あ、事件です。何でしょう。あちらに行ってみましょう。何でしょう。はい、早い。あちらに行ってみましょう。やっぱり走り方おかしいよ。きちんに来ないで。そうです、ジョブファイターにしました。おい、助けろ、早く。これを特定の部位を攻撃する。ちょっと待って。
はい、投げる。はい、しがみつく。なんか、しがみついた。降りて、しがみ、場所、しがみつく場所間違えた。降りて、降りて、ね、降りる、降りた、降りた。あ、ごめんね、ちょっと難しいわ。こうして操作になれるまで時間かかるな。さっと牛サーロイン串食べたい、めっちゃ食べたい。目のやり場に困ります。センシティブな。大丈夫か。うん、今のうちにこの場から逃げるのです。あなたにはなす、なんか顔が違うな、私が作ったのと。いつまでもここに留まってはなりません。強かったね。何にもしてないのに。記憶を失っているのですね。忌まわしい呪いのせいでしょう。ですが心配はいりません。運命を信じるのです。あなたは各社なのですから。この人は常に出てくるのかな。信じられん、あの化け物に逃げやがったか。ああ、おい貴様、戻ってくるんだ。逃げよう逃げよう。各社様、こちらです。ちょっと走り方が。こちらへ、逃げるんです。あ、本当になんかちょっと可愛くなくなっちゃった。飛びなさい、それこそ。ちょっとジャンプだって。ね、膝が内側に入ってた。クソが自殺しやがった。この高さじゃ半分。さ、しがみついてどうか、もっと練習したいね。戦う練習ちょっとしとかないと、また私いつまでたってもあれあれってやっちゃう。撃ち落とせ、なんかこの上に乗ってるの私。おい逃げんな、やれ、撃ち落とせ、撃ち落とせ。誰も撃ち落とそうとしない。記憶なき魂、この世界を知りなさい。あなたが守るべきこの世界。案内人みたいな感じかな、この人。オープニング、このさ、何これ、グリフィン、グリフォン、もう私のものかな。さんはドグマ1で最初に出てくるポーンなの、ポーンなんだ。プチ情報ありがとう。今の人可愛かった。ちょっとやめて、ちょっとやめて。何すんの、どういうこと？敵だと思われちゃったってこと？まあ、味方ではないもんね。
今のハルゲンは魔物ってこと？そっか、操ってたわけではないんだもんね。今はね、乗ってたけど。いろいろと情報が心配いりません。ヒュージブルに飲み込まれても私たちは死ぬわけではありません。心配だろう。この近くにリムと呼ばれる石があります。それを探してください。リム、あなたが各社様なら私たちはきっとまたお会いできるでしょう、ね、ちょっとすごいお別れなんですけど。あ、水場、そっか、水場ダメだったね。そうだったかも、思い出してきた。ありがとう。グリフィンが現れたと思ったら墜落して、そこにお前がいるということは。あ、サナイト。まさか、お前か？グリフィンの背中に乗ってたのは。よく無事でいたもんだ。手当てしてやるから砦で事情を聞かせてくれ。何それ。ちょっと待って、ちょっと待って。何、始まった。脱出、脱出だって。あれ撮ったわ。牢獄の目覚め終了しました。かー、ファイターなんだ。私さ、ポーンにはタンクになってもらいたいんだよね。でも攻撃系がいいかな。ちょっと待ってね。あのさ、違うな。マウスじゃない。え、ファイターってタンクなの？嘘。ちょっと待って。その時点でもう間違ってんじゃん私。どこの牢獄なんだ。アイテムでスタミナ無限。どうなんだろう。もしかして隣国のバタか。あ、だから、盾持ってる。あの国とベルムントは国交も途絶えてるし。やっぱこれ違うな。もう変え、あ、でも変えられるんだよね、ジョブは。変える。大変かもしんないけど。うん、これか。ここは変わんないのか。あ、ここは変わんない。グリフィンとは信じられんよ。ようやく各社王が現れたってのに。あ、戦い。くそ、ゴブリンだ。あんたも一緒に戦ってくれ。あーちゃんはね、つまんないんだよ私。どこに行くつもりだ。ネアとは強制しないが、話くらいは聞かせてくれよ。体力が減ってきたら薬草か回復薬を使うんだ。敵の攻撃はガードか回避をした方がいい。ねえちょっと待って。正面を使え。敵をひるませやすくなるはずだ。そう、盾はどうやってこうやってか、盾のか隙の少ない攻撃で違うな。敵をひるませるんだ。操作がさ、いろいろ言ってくるけど無理なんだ。ちょっと待って、盾を隙の大きい攻撃は大きなダメージを与えられることが多い。敵がひるんだ隙に使うといいぞ。これでひるませて敵に囲まれるのは避けた方がいい。
できる限り1対1に持ち込むんだ。敵の行動をよく見ろよ。攻めるだけでなく自分の身を守ることも考えろ。 MPRB 魔物の死体を探れば何か役に立つものが見つかるかもしれない。切れませんのってどうやってあんの？死ぬぞ。反撃ダッシュ。さっきのなんかスピードよく言ってたのはどれだ？おい、どこに行く気だ？ちゃんとついてこいよ。難しい。慣れるまでいつものことなんだけど。LB 押したら左下に出る。LB。どこに行くつもりだ？手当は強制しないが、話くらいは聞かせてくれよ。このぐらいの水は大丈夫かな？あ、結局。タグルボタンはこれなんだ。できないの？死んじゃった。直前から再開しようかな。あ、最初に休憩して宿屋から再開でもいいか。まあいいや。そうかそうか、最初に出てるやつね。私あの隠さずにあの出すようにしたんだ。あ、ローリングはできないんだ。ありがとう。じゃあ攻撃は Y か。え、ちょっと待ってくれ。あ、ごめんなさい。何回もごめん。ちょっと待ってね。こうやって覚えていくんだ。パクさん、コングマ、コングマ。ドラゴンを見たことはあるか？俺は運よくまだ出会ってないが、グリフィンとは比べ物にならん化け物らしいな。メルケのあの惨状を見れば、そう言われるのも納得だよ。回復したいとこだよね。おい、どこに行く気だ？ちゃんとついてこいよ。なんでもなかった。はい、ついていきます。またいるんだよね。で、これもう体力があれだから。え、なんかさ、さっきさ、あ、なんかさ、走りながらさ、あれはなんかの技なのか。待て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 、死んじゃ、ちょっと待って、これちょっと積んだな。ここから、ここから再開。LB と X。LB と、もう LB は、左の、超えられないわ。気に入らね。安心ってのは目が死んでる。まさかお前はそうじゃないのか。だが安心しろ。こっから？ついてこい、ノルマども。
待って。こっから。ごめん、どうしよう。どうしよう。ごめん、ちょっともう一回やるね。ご用があれば、いつでもお声掛けを。立場をわきまえろ。玉さん、コングマ。なんかイライラしちゃう。ベッドが恋しい。立ちに行ってないのに行こうとするから。飛ばせないのかな。待って、セーブってどこで？教えて教えて。セーブどこでやんの？地下？あ、人です、私。私、人です。システムね、了解。かもいいよね。何やってるんだ、クズが！さっさと歩け！システム、こういうことか。これできてんのかな？ OK、 みんな今回はセーブしようって、あのスタンプある方はぜひ使ってください。これパソコンですね。タイトルに、あ、タイトルに書いてあったかな。傷は大丈夫ですか？ここの環境はかな、現場に行きましょう。ごめん、ちょっと飛ばしていくよ。走れ。あ、この人だね、水に落ちちゃった人は。下手な行動はしない方がいいです。監督官は容赦をしてはくれません。よし、仕事にかかれ。セーブしようって活躍しそうだね、今回のキーワードだね。あ、これと一緒ね。あ、違うか。で、拾うのはで、掴んでジャンプが、いいかな。あちこち物が散らばっていますが、邪魔なら飛び越えてください。ジャンプ。お疲れ様でした。来ました。なんでしょう、あちらに行ってみます。ダッシュダッシュ。なんかさ、体が小さい分重量は少ないけどスタミナは回復早いみたいな。多分私そうなってると思う。またちょっと目のやり場にみんな困らせてしまう。魔物の様子を見て攻撃の強弱を使い分けることが大切です。え？で、これで拾って投げる。違う。盾を使えば攻撃から身を守ることができます。もうなんか全然違うことして。待て、やめよう、やめよう。言われた通りにやっていこう。岩や樽など持ち上げられるものを投げて攻撃することもできます。私に私逃げられない。痛めた。特定の部位を攻撃するにはしがみつくのがいいですよ。うん、投げるって。待って、投げるってどうだった？投げるは LRB か。そうだ。で、
では、ん？あ、こうだ、これね、これね。あ、いいじゃん。で、しがみついて、しがみ攻撃、攻撃。大丈夫か？こちらへ。オッケーオッケー。ごめんね、記憶さん。あのね、もうね、ここね、今、一回死んじゃって、最初にやったところを二回目やってるから、ムービー飛ばしちゃってます。飛びなさい。それこそ。じゃーん。ちょっとジャンプ失敗。ジャンプ失敗して。そんなことある？ごめんね、ここもちょっと飛ばしていきますね。ズズズズズって落ちてった。ごめん、これも飛ばしてく。みんな。暑い。暑い。寒いと思ったんだけど、体熱くなってきた。まぬけだったね。グリフィンが現れたと思ったら墜落して、まさか。よく無事でいたもんだ。うん。よし。と、まずこうし、これ持って、こうしてこうね。いつも通りですね。見どころ満載の。東北から逃げてきたとかいう話だが。ヘンポコの鏡だね。本当だね。そんな牢獄、ベルムントでは聞いたことがない。もしかして、隣国のバターか。あの国とベルムントはチュートリアルログを開く。まあ、いっか。しかしグリフィンとはあれ、くそ、ゴブリンだ。あんたも一緒に戦ってくれ。体力が減ってきたら薬草か回復薬を使うんだ。どう、盾構えるのってどうやってやんだい。盾を構える、こうか。敵の攻撃はガードか回避をした方がいいぞ。斜面を使え。敵をひるませやすくなるはずだ。ちょっとやめなさい、やめなさい、やめなさい。隙の少ない攻撃で敵をひるませるんだ。隙の大きい攻撃は大きなダメージ。いやいやいや、後ろからダメ、後ろからダメ、後ろからはダメだって。体力が、あ、セーブすんの忘れた。セーブすんの忘れた。敵に囲まれるのは避けた方がいい。できる限り一対一に持ち込むんだ。もうやだね、体力がさっきと一緒なんだけど。もうやだ、え、直した意味。え、こんなにも出ない。どこに行く。魔物の死体を探れば何か役に立つ。リンゴをゲット。あ、リンゴ食べたい。食べるアイテム回復した。みんな分かった。ごめんごめん。これでセーブ。手の瀕死になった。なりそうじゃなくてなった。よし、また戦うぞ。どこに行くつもりだ。目当ては強制しないが、話くらいは聞かせてくれよ。隙に、あ、ちょ、あ、逃げて。ちょっと待って。こんなに慣れてないとできないもんなんだな。やっぱさ。おい、どこに行く気だ。ちゃんとついてこいよ。
厳しいですね。なんでなんでそっち見てんの。ハリーくん出てんの？攻撃の瞬間に盾を構えるから。どこに行くつもりだ。手当ては強制しないが話くらいは聞かせてくれよ。いいんだな。リンゴ。あ、左下で食べれるって乗り越えた。こんなこれ食べると、あ、ハリーはあれでしょ、ジャストガードみたいなやつでしょ。絶対無理なやつだよね。でもちょっと教えてよ。進んだね。ようこそ各社様、あなたのご到着を心より歓迎いたします。なんだと。どういうことだ。ポーンどもが、ポーンがあんな風にひざまずくなんて。まさかお前各社だっていうのか。リムストーン、何ポーンなの。ポーンが普通にいる世界なの。さ、私作り終わった後にこの人だと思ったんだよね。これはリムと呼ばれるもの。我々ポーンの民を現世に渡らせる門の役割を持つ石です。まずはあなたのポーンをお呼びしましょう。思い描いてください、あなたに従う忠実なる者の姿を。そうなんだと思う。この髪型にしてくださいってみんな言ってんだと思う。あ、なに、あ、なに、え、ここポーン、もうポーン、ねえみんなポーン、ごめん、初めから作る猫ちょっといい。どうしようか。ポーンはさ、でもな、え、これってポーンってもう一個これ決めちゃったらさ、変えられないの？何個か作れたじゃん。あ、重量ポーン。これで、こっちの方が重量、お、背を大きくしたいなら、スタミナ低い。こないださ、ちょっと作った時にさ、この子、かわいいなって。そうそう、人間なんだよ。って言ったらもう変えられないの？あ、どうしよう、変えられないんだよね。一人で行こうかな。種族は変えられないんだよね、後で。え、ポーンって何人？一人だけ？なんかさ、オンラインの時は4人ぐらいさ、ポーン作れたんだけど、変えられない。一人だけ？何体もポーンを持てるんだったら、一人は、獣。
チェスのポーンってことかい？あ、メインで、あ、メインで一人、ん？メインが一人で、二人は借りてくる？借りてくる？あ、メインが一人で、二人目は借りてってことか。で、やっぱり自分のものは一人ってことだね。じゃあ人間にしよっかな。人間の、キルさん？キルさん時間かかりそうだな。ローカルでも 4PT とか？普通に女の子にしようかな。女の子の一番でかいので、あ、一番の髪型あるね。一番でもいいかもね。難しそう。一番作るか。キリュウさんが一番だったらどっちがいい？みんなどっちがいい？そこ引きずる？前の画面に戻る。でも重量系だとやっぱりさ、あれなのかな？日本人っぽい顔。これいっぱいあるんだよなこの日本人っぽい顔からならいけるかな。キリュウさんとか、一番とか。ちょっと、時間かかるから、女の子にするね。一番作りやすい感じで。あ、これやだ、私。いや。あ、なんか作ってる人いたね。いいや。どう？よっ。ん？身長。どこで選ぶんだ？これ体か。いかんまま。ポン、ポングマ。筋肉。筋肉質にしてください。髪型って頭部？髪型はこっちか。うん、猫ちゃんわかんないね。これ、一番の髪型にしとく？一番もっと違うのあったっけ？一番？こっちか。設定ボタン押せば一覧？髪ね。ごめん、ちょっと待って。
ドグマ？なしで、ヒゲの、ヒゲはいらないって。作っとけばよかった。顔全体、今。え、どういうこと？どういうこと？決定ボタンを押せば一覧出る。決定ボタンはどこで出すの？髪型のどこに？ありがとうレゴさん。決定って何？あ、A、A か。髪型のところにして決定。あ、こういうこと！おうおうおう。ありがとう、ありがとう。じゃあ。体の色を変えたいから、体の色、確かに、あ、ここか。これもじゃあ何変わってる？確かに上にあってほしいね。人の位置にあるね。髪、毛並み、あ、どういうこと？毛並み、毛深さ変わる。あ、毛並みふさふさにしとこうかな。大きくなっちゃうか。あ、模様だ、模様。つい。あ、これも。あ。覚えないんだから。私って覚えないんだから。あ、近くに言うとふさふさわかる？やっぱトラがいいかな。これの薄いバージョン。で、色を、白？違うね。黒？え、これさ、しましま。あ、何しとこっかな。ちょっとグレー。一番大きくて、ここも決定で一覧 OK。 全部見れるのか、忘れちゃうんだよ。忘れちゃうの。決定ボタンね。 OKOK OKOK、忘れちゃうんだよ。
いいや、細かいのは。寝ちゃうんだよ。ほね。これ出ないのね。これね。茶色にする。あ、ロシアンブルーか、猫ちゃんだね。やっぱでも茶色い猫が好きなんだよな、私。こうした、こうか。これはどこの色？あ、これかな。普通でいいや。普通で。で、髪型の、髪の色も、ね。ちょっと待って。え？体と同じ色にしたいんだけど。難しいかな。あ、白い頭いい。かな。だとさ、あんまりさ、いじりようがないよね。ねえ、ジョブってどうしよう。タンクがファイターなの？さすが一ニャンとは違います。これは一番じゃないです。とか名前、一でいいや、一で。明治っていうのが魔法？タンクがファイター？明治が、明治は魔法を？じゃあ私シーフに変えようかな。私がシーフになって、ファイターでタンクやってもらおうかな。性格？あ、何？こう喋ることが変わるのかな？ダンス、献身かな？幅を広げる。最も慎重なポーン。サバイバル型。回避や防御を実施、賢く立ち回る。これ、素直？素直なの。あ、一番は素直か。最終重視のチャレンジ型。物集め、あ、これ物集めてくれるんだ。攻撃重視のアタック型。回避や防、あ、これかな。防衛を駆使し、賢く立ち回る。生存重視のサバイバル型。下の戦略の幅を、これにしとこ。あ、ボイス？戦闘に備えてください。すっごい低い声がいいんだけど。戦闘に備えてください。あ、シーフは軽戦士？
チーフは軽戦士、軽い戦士ってこと？戦闘に備えてください。あ、高くなっちゃうから。戦闘に備えてください。あ、こたちょっと高低い声。戦闘に備えてください。ちょっと違います。今助けに行きます。狙い撃ってみましょう。今助けに行きます。戦闘に備えてください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 。お任せを。ご案内。戦闘に備えてください。今助けに行きます。今助けに行きます。今助けに行きます。あ、これしかないんだ。冷静だな。出会えて嬉しく思います。ミッパ。今助けに行きます。このぐらいがいいか。狙い撃ってみましょう。お任せを。出会えて嬉しく思います。達成できて一安心です。これで。ちょっとジョブがさ、ちょっとちゃんと調べてないから、あれだね。剣と盾による近接戦を取得するジョブ。優れた突破力と反撃力で、ボム。弓に、素早く敵の弱点を突き、魔法ね。回復か。そっか。これ、明治だと回復になるんだね。関係による、連撃と素早い対戦。敵の裏をか。動力を生かして。はぁ、あ。そっか。これも変えられるんだよね。ジョブも後で。これで決めたやつで、ポーンをレンタルするときに、回復系を雇えばいいんだね。そういう感じだよね、きっと。そうしよう、そうしよう。弓と魔法使いが強いと聞いた？ジョブは上位のあるだろうからそこ見てもいいかも。ジョブもそのうちもしやっててあれだ、でもお前もったいないのかな。調べておくべきだったね。ちょっと全く調べてなくて、またいつものことなんだけど。そうだね、借りれるんだもんね。二人で、あ、でも二人で。はい、変えられるんだもんね。いいか。名前は、すぐで、なんか大変なのかもしれないけど、とりあえず、進めたいから、やっちゃおう。一番。一番にしちゃった。入らないんだ漢字使えないんだ。一。一っぽくないけど、え、ちょっと待って、なんで入んない？ねえ、名前、私名前決められないんだ、これ決められないんだけど。これどうやってさ、なんだ？え、あ、いけるかな？どうしたらいいか？なんだろう、日本語アウトじゃないと思う。ナナちゃんはナナでやってるから。わかった。じゃあ、コピペでやろうか。よくあるやつ。
うそー、いける、いけた。イーチってできない？イーチって。ローマ字だからできないのかな？イーチ、イーチ。これなんなの？ニックネームってなんなの？今更だけど。作れないのかな、自分で打ち込めないのかな、選ぶしかない。パスがないかな。ほんと名前なんだね。これ、なんて読むの？あ、アイ、ヤーイン。これなんて読むの？あ、そういうこと？ポーンでいいけど、ポーン。ポーンってないの？じゃあ、ポッピー。もう忘れちゃうじゃん。なんか、待って、キャット。どこあるならキャットないかな？ないね。タイガー、タイガー。これ名前によってあれなのかな。あれ、恋だったっけ？あ、子猫ってキッテン、キッテンって読むの？キッテン？ドラゴンだったかな？竜が如くだから。ドラゴンあったかな？ドラゴン。ドラゴン？竜って何？か、タイガーで。あったはず？え、竜って、ドラゴン？でもこれ、ドグマのドラゴン。いっか、ドラゴン、ドラゴン。あ、ドッグがここにあるから知ってんの？これかな？カズマにする。まあいいか、もういいや。もういい。はい。お待たせみんな。これちょっともう時間もったいなかったわ。作っとけばよかったわ。あ、耳変えるの忘れたわ。かわいいじゃん。私たちは脅迫の民と呼ばれ、一番って書いてある。旅する存在。ここと離れた別の世界ともつながっています。でか。はい。他の世界で得た経験や知識は、きっと各社様の旅の助けになりましょう。各社様、
あなたの旅に使える身として私が異界で学んだ知見を役立ててください。マジかよ、本当にポンを呼び出しちまった。じゃああんたが各社なのか。変だな、各社は今譲渡に。各社ってのは世界に一人じゃないのか。くそ、俺にはよくわからん。詳しいのは団長なんだが、あいにく今は留守にしてるもんでな。お前に話を聞くのは団長が戻ってからにしよう。それまでは自由にしてていいぞ。そうだね、守ってくれそう。何？記憶がないって。だったらメルベに行ってみろ。少し前にドラゴンに襲われた村だ、うん、各社はドラゴンと深い関わりがあると聞く。本物の各社なら何か思い出せるかもしれんぞ。予感士団100H。あ、これがリムストーン。リムストーンに触れることで多数のポーンたちが行き交う渡りの世界、渡りの異界に移動します。様々な条件設定で好みのポーンを呼び寄せることができます。これでできるんだ。サポートポーンは旅を共にしてもレベルが上昇し、サポートストーンっていうのがその借りたもののことを言うのかな？共にしてもレベルが上昇しません。状況に応じて、都度新たなサポートポーンを雇用しましょう。なるほど。じゃレベルの高い子を借りたら、ラッキーってことですね。私にお答えできることならば、何なりとお尋ねください。はい。同じ髪型だしね。メルベへに向かう。ポーンとは何か、リムとは何か、各社とは何か、一応ちょっと軽く聞いてくる？我らは漂白の民と呼ばれています。異世界よりリムを通じて各社様のもとに参り、力となるが務め。しかし我ら自身、我らが何者かを知りません。我らはただ定められたなすべきことをなすままなのです。あ、ポイントで借りるのか。リムストーンと呼ばれるその石は、この世界以外に存在するポイントを貯めていかなきゃじゃん。あまたの世界に繋がるもんです。我らはこの石の力によってこの世界に渡り、役目を終えればまた元の世界へと帰るのです。各社とは何か、運命によって選ばれ我らポーンの民を導き、竜を打つ定めを負った方をそう呼びます。各社様がご自身の記憶を失われているとしても、その定めから逃れられるわけではありません。承知いたしました。あ、同じレベルは高。ただ。ただなんだね。同じレベル以下。以下もそう。以下もただじゃないってこと？まず、チュートリアルログを開く。つまり、あ、エルベに向かう。セーブね。ありがとうね、セーブ。セーブしました。ちなみに、もう借りれたりするの？じゃあ。どういうこと？何？これ、あ、これも、あ、これそうなの？もうみんな。このみんなそうなの？ここにいるのみんなそうなの？このし、あ、え、でもレベルが私多分2だから、この人とかじゃないと、あ、だって0とか書いてあるね、渦巻きみたいな R。 あ、
位置調べたら検索できる。ポーンを探す？特別なポーンっていうのは？公式配布ポーンやランキングを表示します。あ、公式配布ポーンなんてあんの？あ、ゼロあるならただ。ほうほうほう。公式ポーンはリムストーンメニューのオフィシャルなポーンなどから雇用できる特別なポーンです。レベル10まで、キャラクター名の文字色が異なります。レベル10までの公式ポーンはリムを消費することなく雇用できます。あ、レベル10までだったらいいんだ。インフルエンサーのポーンの、あ、そうなんですね。雇用しても防具類の装備変更しかできません。月間総合ランキングに登場しない、ん？月間、ゲーム集、公式ポーン。で、借り受け可能さが定められているウェブサイトをご覧ください。あ、これがそうなんだね。これがレベル10まで借りれるんだ。なるほど。あ、公式ポーンじゃなくて、条件を。ただで借りれるなら借りとこっか。でもこれってどうなんだろう、勝手に私、配信でさ、知らない人のやつ借りちゃってさ、名前とか名前とか出ちゃうんだよね。最大レベル。ジョブは、メイジ。もう何でもいい。何でもいいです。あ、何でもいいです。見つかん、見つかんないって。見つかんないとよ。狭めてるのに。いいか、とりあえずいいか。終わりにしたいときは、出ればいいのかな？いませんでした。まだあれ、ないもんね。大丈夫、苦戦する。え、じゃあさ、ちょっとあれ、ちょっと待って、今、私のリムは、どうすれば、あ、1でもいいことにすれば。メイジがいないのかな？っていうこと？あ、ウォリアーって、あ、そうだった。さすがです。特別なポーン。あ、じゃあここで、どこだ？どのマークだ？これ明治？このマーク明治かな？明治のマーク。明治のマークはこれ。こういう人のためにさ、ちゃんとしてるんだね。これ、あれできんのかな？タイプを、あれできないのかな？あれってなんだ？ 8 以上は、あ、これね、これ。あんまり名前ちょっとどうしようかな。やっぱそうなんだね。あ、すごいね。名前しっかり。ああ、ああ、すご。すご、レベ30とか。面白い。そっか、公式だから。ね、これそう？違うか。ドッグってなってるよ。みんな
同じ名前でニックネームがここに出るんだ。じゃあ、これは、えなこさんのやつか。そうなんだ。ちょっと、誰だか知らない人がいいな。あ、これはキーワード。みんな知って、そっか、公式だからみんな知ってんのか。そういうことか。なるほどね。使わなきゃいけないんだ。なんか一人選ぶのが。あ、これはこれ。これ誰？これ明治だよね。やってないんじゃないの？呼び出していい？これレベル高いから、でもあれだし、明治だよねこれ。じゃあちょっと呼び出させてもらいます。この方ですか？ちっちゃいんだ。これで、呼び出せてない？私呼び出せてない？これいるはずだよね。ぐだぐだー、あたし。あ、今のじゃやっててない。了解しました。この子だっけ？呼び出すだけじゃダメなんだ。いた。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。可愛い声してるんだ。各社様の行動に準じます。可愛いですね、なんか。可愛いよ。やっと。これからよろしくお願いします。よろしく。これで出ればいい？この人怖い。なんか。なんだっけ、なんとか家の犬神家だっけ犬神家だっけ、なんだっけで、じゃあ行こっか。ちょっと地図見よっか。どこに行くの？タジオンくん、あ、もう一人雇えるの？あ、そっか、ポン二人。じゃあ、ごめん。雇っちゃう。また、レベル10の、あ、10だとあれだから、これ何？このマーク。入った。あ、トンサラー、あ、魔法使いいいかも。魔法使い行こうかな。弓と魔法使い、空中戦、弓、空中戦って何？魔法？遠隔？みたいなやつ？トン
サラーは魔法使い。ちょっと待って、調べるわ。じゃあアーチャー、ソーサラー、弓か魔法か。じゃあアーチャーかソーサラー。はい、この人有名な人？私あまり知らなくて申し訳ないんだけど、評価ゼロになってるからこれにしよう。じゃあ魔法使いにする。有名な方？装備強化の素材については私の知識にお任せを。地図に入手箇所を示しておきましょう。共に各社様の信頼に応えましょう。トコラさん、よろしくお願いします。スペシャリティはポーンだけが身につける特別な特技を要すべき能力です。ポーンが自己判断で行う独自性の高い技能のため、発揮することが必ずしも益になることは、なるとは限りません。活用には注意や工夫、時に寛容な心がいりますが、試す価値は十分にあります。スペシャリティを習得する秘訣は、この世界の住人たちと親しくなることです。様々な個性を持つ彼らと交友を深めれば、スペシャリティ習得のきっかけにをくれることでしょう。これは私のポーンがスペシャリティを覚えるっていう。スペシャリティにはいくつか種類がありますが、身につけられるものは一種のみです。自分で選ぶのかな？新しいスペシャリティを得た場合は上書きされます。あ、そういうことですか。それぞれの詳細は別項を参照してください。では、出ましょう。衛星で攻撃したりするスペシャル攻撃のことか。なんだ、ありがとう。よし、じゃあこれでみんなついておいで。ナナちゃんについておいで。すごい、基本的にみんなちっちゃい。女の子で固めちゃったからか。宝箱がありますよ。どこですか？にはどうすれば。トコラさん、どこにありますか？宝箱どこにありますか？そういうのとかさ、もっと修行しなくちゃ。まずさ、いらっしゃい。ちょっと明るい？いらっしゃい。いらっしゃい。買う。あ、なるほどね。私はいくら持っているんだい？売るものもないし。また来てね。あ、話すといいって言ってたな。あ、そういうのもね、お酔いやっていこう。今日はちょっといろいろ進めていこう。慌てて買い込まないこと、それも大事です。俺がこの辺じゃ一番の職人さ。宝箱がどうちゃらこうちゃら言ってたけど、わからないぞ、どこにあるのか。出かけるのか？顔色が悪いが大丈夫か？少しくらい休んでいけよ。そっちの宿舎のベッドが空いてるからな。ただ無理して死んじまったら元も子もない。宿屋に行く。どこだ。仕事あります。段差移動ができますよ。こいつは便利ですね。あ、セーブだな。
なんかできてるのかがさ、不安になるな。どうや？待って、どこですか？え、ちょっとさ、カクつくね。みんなカクついてない？これかい？オートセーブで作成されるセーブデータを必ずしもこの世界での安全と称されるわけではありません。宿屋で安全なセーブデータを作成、あ、なるほどね。よ、お疲れのようだな。休んでいけよ。今日だけはサービスしてやる。宿屋？左下のミニマップに宿屋ある？疲れたらとにかく寝ろ。あ、これだ。そういうもんだ。寝る以外のことがしたけりゃ。宝箱あるね。宝箱じゃないか、びっくりマークか。今は適当に武器を振り回してるだけかもしれないが、ありがとう。専門的な職に就けばできることは増える。メルベに行ったら宿屋に寄ってみな。あそこならいろいろできるはずだ。え、あ、宿泊、あ、宿屋で宿泊すると体力やスタミナが全回復します。またダメージによって蓄積された回復不能部分、ロスゲージも蓄積消対処できます。定期的な宿泊、宿泊を心がけ、遠方探索のリスクを抑えましょう。また、起床時間は朝と夜が選択可能です。行動する時間帯の調整に役立てましょう。これはさ、今休むは0円だけど、普通にお金かかるのかな？ちょっと休んどこっか。睡眠の時です。はい。了解了解。左下のマップをちょっとちゃんと見るように意識しよう。言い忘れそうだけど、忘れそうだけど。入手したアイテムは倉庫に格納されます。倉庫は宿屋の主人に話しかけることで利用できます。見事、成長できましたね。ええ、全身あるのみです。これはさっきから、あ、一番がレベル上がりました。1、待って、もう一回。ドラゴンに襲われた村メルベ、そこに行けば何か思い出せるかもしれません。これ私の声ですか？そこへお連れします。違いますね。感謝します。ありがとう。先導をよろしく。バビの村より。出会えて嬉しく思います。誰ですか？あ、何、雇えと？そういうことしてくるの？急に話しかけられて雇えと？そういうわけじゃない。私の後に続いて。私が話しかけちゃったのかな？私が話しかけちゃったのかな？え、でちょっとさ、さっきの宝箱マークのとこ見に行こうか。じゃあ、あそこに見えるあれ、どうにか手に入れたいですが。いらっしゃい。お前は兵士か？そうじゃなきゃ無事なはずもないか。最近ここいらで魔物の被害が頻発していてな。おかげで半人前の新兵どもまで送り出す羽目になった。で、誰が言ったんだ？ラックランだ。あいつは大丈夫だろう。そうだな。じゃあ向こうは？アカードだ。正直かなり心配だがな。名前覚えなきゃダメかな。おいおい、向こうに出たのはハーピーだぞ。あいつらに相手できるのか？なんだと？聞いてないぞ、そんなの。助けに行きたいが、持ち場を離れるわけにもいかないし。あんた、なかなか強そうだな。頼みだ。何何？この門の先にいるアカードを助けに行ってやってくれないか？助けに行こうか？すまない、アカードを頼んだぞ。何？あ、優先クエストの設定。受託中のクエストから優先して進めたいクエストを任意で指定することができます。判明している目的地は地図にマーカーが表示されます。またパーティーにそのクエストの知識を持つポーンがいれば目的地へ先導を行ってくれます。クエストを指定しない場合は知識を持っていても案内しません。あ、指定しなければダメなんだね。クエスト進行の注意。クエストによっては時間経過により各社が関与せずとも状況が進展することがあります。複数のクエストに関わっている場合は状況の進展を見過ごしたり、場合によっては予期せぬ結果を招くこともあるでしょう。攻略の際には時間経過も気にかけておく必要があります。了解です。急いだ方がいいでしょうね。辛いな。
どこにあんの？宝箱よりも、クエストの、これ？これ優先されたのか？なんだ？ん？あ、優先クエスト。アカード殿を助けに行きましょうか。その人なら案内できます。ついてきてください。こちらです。道のわかる人がいると助かりますね。ちょっと宝箱とかさ、待て、まずはこれ？総合素材の一種のようです。後々役に立つ場面があるでしょう。このびっくりマークは何だろう。またクエストを受注する人なのかな。お腹いっぱいになっちゃいそうだけど、確かめるために。やめときな。処刑されるのがオチだぜ。でもないんだ。各社を語って人儲けしようとしてるんなら、や。ではこちらへ。あ、ちょっと待って。帰った方が良さそうだ。明日の準備もしっかり。ちょっと宝箱はこの上かな。先導中ですが、そちらに行くんですね。一旦案内は中断されますよ。また案内を再開してもらうとして、今は各社様の自由意志を大切にしましょうか。なんかちょっと待って、ポーンがいろいろと言ってくる。もう上なんだな、宝箱は。これが新兵のやつ？結構遠いんですけど。大丈夫かな？あ、ん？ポーン命令コマンド。仲間のポーンに対し4種の命令を示すことができます。同じコマンドでも戦闘中か非戦闘中か、または状況によって効果が異なります。それぞれどんな指示を指示取るかはポーンの行動や反応を見ながら把握していきましょう。ポーンへの命令ゴー、あ、ゴーってやると離れて行動するように、各社から離れて行動するように指示します。戦闘では広く拡散するような陣形を取ります。その他協力アクションを要請や先導の再開、案内の申し出を了承、承諾する場合にも使用します。ポーンが宝箱をあっちにありますとか言ってるときはゴー、あ、ゴーってすれ、あ、そういうことなのね。ゴーってすれば向かってくれるんだ。各社に近づくように指示します。戦闘で各社のそばで戦うような陣形を取ります。他の命令を受けるまでその場に留まるように指示します。戦闘では攻撃を控え、直接的な支援行動を宣言させ、ヘルプ回復、あ、ヘルプ、ヘルプとゴーだけ覚えとけばいいか。敵です。今なら体力も十分。あ、違うな。レイ、いや、カム。警戒よ。回復魔法を備えます。少しお待ちを。工事で掴んでしまえばガードされようが関係ありません。
強いです。あ、レベル上がったじゃん。そんな未来を想像しないでください。宝箱があったのを思い出しました。異界で得た情報ですが、案内いたしましょうか。案内して。そういえば何にも取るの忘れてたじゃん。魔法って言ったからか。何に戻るんですね。宝のこと言ってたけどさ、今さゴーってやったら得られる場所ですね。すっごい、やっぱ人によってさ、よく喋るのにしたりとかさあるのかな。すごいよく喋る。チョコラちゃん喋り好きみたい。なになに、ここが目的地かな。あ、これ性格で出るんだ。一定時間継続ダメージをかぶる、特定攻撃でダメージを受けやすくなるなど、何らかの不利な状況がことを状態維持を飛びます。各社やポンだけでなく敵にも発生することがあります。うまく利用することで戦闘を優位に。あ、なるほど、今相手に異常が起きてたのかな。なんかめっちゃ狙ってくる。各社様、大丈夫ですか。わかりました、すぐにお助けします。いけ、みんな行け。ちょ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 、痛い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 。何にもできないけど、どうなってるんですか。こうまず武器出してこうするとか難しいね。難しい。いいですね。褒めてくれた、いい攻撃ですねって。終わった？なるほど。噛む。ヘルプ。アカードでも助けに行きましょうか。その人なら案内できます。ついてきてください。こちらです。アカード、ちょっと待っ。先導をよろしく。あれ、なんかさ、全然アカード、あ、先導よろしく。お疲れ様、到着のようです。到着のようですね。どこにいます。今いた人かな、死んじゃったのかな。そこの宝箱、少し厄介な場所にありますね。見えているだけにもどかしいですね。あ、取ってくれんだ。見えているのにもどかしい。こうした地道な行いが大切です。
なるほどね。こういう感じなんだね。ほんと冒険なんだね。冒険が。そこ、何か気になるものでもありますか？どこですか？危ないかな？え、いない、死んじゃった。あ、いた。いたよ。今ので全部か。助かったよ。あんたがいなきゃ多分手も足も出なかった。入隊したばっかなのにこんなところで死ぬんだって思ったら体がこわばっちまってさ。よかったよかった、生きてて。今回はあんたのおかげで助かったけど、一人でどうにかできるくらいもっと鍛錬しなきゃダメだな。そうだな。俺は急いで帰るけど、あんたのことは先輩たちにも伝えておくよ。また会いに来てくれよ。じゃあな。これで終わりかな。伝えるのが先ですね。ゴーゴーしなくていいんだ。ゴーしなくていいんだ。これなんか鉱石マークはなんか鉱石があるのかな。やっぱさ、ちょっと耳傾けとかないとダメだね。各社がさ、なんか各社がなんか喋っちゃうとさ、誰が喋ってんだかわかんない。そしてここになんか鉱石みたいのあるけど、めっちゃ拾ってくれ。かわいい、手振ってた。そうそう、いつも価値の高いものばかりじゃないので。到着しました。慣れるまで。よう、あれだな。バカードを助けてくれてありがとうよ。無事に戻ってくれてほっとしてるよ。まったく、あんたがいなかったらどうなってたかわからんな。あいつには実戦はまだ早かったらしい。それがよくわかったよ。まだまだ鍛えてやらないとな。ここの訓練所の教官は厳しいので有名だからさ。鍛えるといえば、あんた相当に腕が立つみたいだな。新兵たちに訓練をつけてやってほしいくらいだ。お、ランタンオイルと千人もらった。レベル上がった。じゃあセーブかな。ドラゴンに、ちょっとさ、お花摘みに行こうかと思います。待ってね。これを、入選にして、襲われた村、メル。そこに行けば何か思い出せるかもしれません。ちょっとみんな、お花摘み行ってくる。行きたい人いたら一緒に行きましょう。よーい、ドン。
かりました。キャラだよ。ちなみにさ、これは私がそこへお連れします。出てってもらおう。感謝します。先導をよろしく。あ、この子が喋ってんだよね。私ずっとこの子が喋ってんだと思ってた。こんなボロ装備は大丈夫だよ。え、なに？辛いな。兵士官僚というのは。このさ、メインを進めつつ途中で発生した以前あった異界のマスターですが、実質にいつも複数の大事な人が押しかけていましたね。人それぞれなのだなと感じます。足ちゃん、ちょっとスタミナが各社様、すぐに助けます。しっかりしてください話がもう全部途中ゴブリンです。みんな戦ってください。絶対に効果的な手段がありません。メインを進めつつ途中で発生、いろんな村に行ったりとかして途中で発生したクエストみたいなのをやりつつで進めていく感じでいいのかな。こっち？あ、いろいろ取ってくれるから助かる。ちょっと本気で走っちゃうと息上がっちゃって大変なことになるから。ちょっと待って、ちょっと待って、なんで待って持っちゃうとか持てるみたいだよ。あ、ジョブランク上がっちゃったな。ファイターでいいか。私が先に当然行きます。宿でジョブ変えれる？今のところ、今の宿でも？すごかったよね。いろいろ覚えていく。もうみんながいればさ、なんかなんとかなりそう。私がやるしかないようですね。帰れます。了解です。ではこちらへ。これ可愛いんだよな。癒される声してるよこの子。到着。エルベ、先に焼かれた砦。大丈夫ですか？ここがメルベですね。ドラゴンに襲撃された爪痕が残っています。街を歩いてみましょう。何か言い出すかもしれません。確かに各社が現れるとき、必ずドラゴンの存在もそこにあります。それは歴史的に裏付けられた事実なのです。
花子。なるほど、確かに。これを取得しておきました。お受け取りください。何？どうやってもらうの？せかされても特に情報はないですよ。お受け取りくださいってなんか受け取ったの？なんか。あ、カペルさんお久しぶりです。アイズオブザローにむずいですが、あ、そっちをやられたんですね。そちらも今日発売ですよね。私はドグマで行くので。え？なんか今くれたんじゃないのかな？あ、滝？そちらは目的地から離れますが、わかりました。案内はやめましょう。やめないで。各社様の意向に従いましょう。道案内はまた後ほど。どういうこと？どういうこと？戦うんだから。ああ、違う。ヘルプ。私がお手伝いいたします。あ、両方やるんだ。すごいじゃん。めっちゃやる気じゃん。私はできない2つも。楽しそうだね。忙しい毎日になりそうだね。なんかあっちは死にゲーなの？死にゲーみたいな？私多分難しい。すごい大丈夫。すごいいいよ。まだ私ができそうなのはこっちだった。おお、どんどんレベル上がるじゃん。強いられましたね。この経験を次に生かしましょう。あ、ジョブランク。そっか、ジョブランクどんどん上がっちゃうな。あ、死にゲームではないけど難しいらしい。なんか難しいらしいね。ありがとう、滝。ということね。素材採取できる場所がありますよ。セッコブリンがいます。今は弱点的に効果的な手段に使っています。なんか戦いがつまらないな、これ。敵がいますよ。集中しましょう。やった、よくやったぞ。やっぱあれかな、私明治なのかな。いや、明治じゃないや、ソーサランなのかな。剣苦手だった、そういえば。ドラクエ10もバージョン7が来て大変。忙しいね。こっちで合ってんの？え、これどうすればいいの？誰？私は生存行動を重んじ、体力管理に徹します。スタミナにも気を配り、回避や防御を優先します。アジア系の顔じゃん。今更だよね。あ、雇える。いや、雇いたいけどな、今もういっぱいなんですよね。もう一人は無理？何人の人？あ、弓の人か。ね、この人もさ、誰かが作ったポーンなの？そういうわけじゃないのかな？ちゃんと前を見てください。危ないですよ。あ、解雇して入れ替えになるんだ。じゃあもったいないね。大丈夫ですから。生きてる感じ。銃。ピストルはないのかな。銃
扱いみたいな。やっぱちょっと変わったのやり、やった方がいいのかな。できないくせにね。どうした？頭の中で声がする。戻ってきた。重攻撃とか技とか。ここ目的地だったみたい。哀れなりだがさようなことで、やっぱ弓アーチャーも楽しいかな。痛そうじゃん。今の人、グリフィン撃った人だよね。まさか大丈夫これ。戦いとか言わない。え、何これ、どういうこと、これ誰、これ誰、私、ナナちゃんだ。どういうこと？敵を近寄せるな。みんなが、誰も近づけてはなりません。踏まれる。え、これ何すんの？やっつけんの？これ何？過去の話？しないけど。なんだ。あ、これに過去の話。あ、なるほどね。回想シーンね、これ。さっきの人だもんね。大丈夫？ねえ、しっかりして。お題ですね。こ
これは今に戻っ、現実に戻ったのかな。かわいいじゃん。よかった。気分はどう。これで2回目ね。ルリーケ、あなたを看病するのは2回目について聞く。覚えてないの。私をドラゴンの炎からかばってくれたことも。あの時あなたは私をかばって、それで黒焦げに、うんうん、もうダメだと思った。心臓の音も聞こえなかったし。でもあなたは奇跡的に命を取り留めて。うん、作者と思われ、作者と思われていると告げる。直後ないこと。作者と思われていると告げる。それってどういう意味。あの後あなたがお城に連れて行かれたのと何か関係があるの。連れて行かれたんだ。あなたの治療のためだって言って、それも覚えてないの。おでんさん、コングマ。あなたのことなら。コングマやってるよ。じゃあもう行くのね。気が向いたらいつでもこの村に来てね。出しそうな人じゃん。気をつけて。各社様。怪しいんですけど。訳あり？まあ、そこにいたか。見つかってよかった。譲渡にて療養中の我がベルムント王はこの村で隠したとして目覚められた。これ会話送りっていうのがあるんだ。会話送り、これってさ、自動でさ、会話送れないのかな。いちいち押さなきゃいけないのかな。なんか設定でありそうだよね、今更だけど。お前がもし本当に隠者なのであれば、譲渡に報告せねばならん。すでに譲渡には知らせを向かわせたが、結局は当人がいなくてはどうにもなるまい。すまんが、我々と一緒に譲渡まで来てくれないか。お前が本物の各社であれば無下な扱いは受けまい。お前を探すために団員がチリチリになっていてな。うん、なんか忘れちゃう。全員はそのまま出発できんのだ。少し待っていてくれ。気づいたら黙ってたりとかしてんのに気づいてないの、私が。そういえば、いい話だな。レンラント殿もお前を探していたな。今のうちに会っておいたらどうだ。そこの宿屋にいるはずだ。レンナルト宿屋ね。あ、宿屋ね。宿屋行くわ。話を聞きに行きましょう。なんか今ここ、あ、道具屋さんにご用。邪魔だったかしら。ごめんね。じゃないよ。心配しないで。別に怪しいものじゃないわよ。持ってないよ。私は見習いのクスシよ。家族がベルンワースでよろず屋をやっててね。大人？この村にしかない薬があるって聞いたから、一人でここまで来たのよ。すごくない？でも、すごい。肝心の薬を買おうと思ったら、お金が足りなくて、どうにもならなさそうだし、手ぶらで帰るしかないわね。え、あ、こういうこと、あ、わかった、助けてあげる。手に入れてくれるの？うん、いいよ。そんなこと、頼んじゃっていいの？いいよ。本当ならすごく嬉しい。任しといて。親切な人に会えてよかったわ。じゃあ、私はここで待ってるわね。おっと、あ、調合、あ、なるほどね。調合は2つのアイテムを組み合わせて、別のアイテムに変化させることを、とします。調合作業は任意の素材を選んで組み合わせるか、調合結果から素材を逆区引きするかを選びます。また、材料消費の優先順を各社、どちらかに指定できますということ。材料消費の優先、あ、ポーンも荷物持ってんの？今更だけど。え、調合作業は別に作業台とかなくてもできるってことかな。果肉眼薬なら調合できますね。それか、ここのルネの道具屋で売ってます。
そういうことですか。ちょっとお待ちください。お、あ、オッケー。ちょっと待ってね。どこでやるのかな。統合装備の変更で私取ってない。データスの確認、ここまでの記録か、モードを起動。あ、ちょっと一旦セーブしとこう。あ、本家ここが使えそうです。うまく利用しましょう。本家だね。本家のいい話だな、聞けた。この中でやるとか。え、どうやってやるんだい。水飲んだ。うん。アイテム。これで、チュートリアル。あ、調合は調合できる。アイテムを選んで調合。あ、じゃあアイテムから、これと、あ、ほんとだ!ありがとう!あ、元気を打ってんのは、違うんだ、違うんだ。これを先に優先に。果肉の丸薬なら調合できますが、メルベのルネの道具屋に買いに行きましょうか。そこまで案内します。落ち着きないし、落ち着きないし。助かりますね。どうした、どうした。あ、喋ってるとなんかテカテカしてんの。今は必要なものを持っていませんね。この状態では納品は不可です。あ、不可なんだ。お疲れ様、到着のようです。ちょっと待って、作らなきゃいけないの、これじゃなかったんだ。何が欲しいんだって。あ、フローラに、果肉の丸薬を渡す。あと、今誰も持ってないってことね。で、これちょっと後にしよっか。じゃあ、お願いします。言われた通り、レンナルト殿と話しに行きましょうか。その人がいる場所までお供します。中に。感謝します。この子を。到着しました。はい。ウルリーキを救ってくれたと。あ、遠くやれって、ありがとう、ありがとう。それは本当か。いや、答えずともよい。ウルリー家の言葉は信じねばな。これだけ。あれは私の娘も同然なのだ。私からも礼を言わせてくれ。はい。ところで、お前はギルドへの登録は済ませた。ギルドへの登録？またこういうのあるんだね。自分が志す職能のギルドに登録すれば、専門的な技術や心構えを教わることができるだろう。登録自体はそう難しい話ではない。うんうん、宿の者にその旨を伝えればよいのだ。了解。登録だけは済ませておけ。職能についてわからぬことがあるのならば、軽い指南くらいはしてやろう。あ、ちょっとさ、ファイターについて聞いてこ。剣術と盾術を極めんとする職能だ。攻防のバランスがよく、いかなる局面にも対応できる。もしお前が私に認められるほどのものなのであれば、同じファイターとして私の技を伝授してやろう。あ、この人はファイターの人なんだね。アーチャー。弓術を極めんとする職能だな。弓は遠くから一方的に攻撃できる優れた武器だ。うんうん。しかし接近されればもらい。そうなんだよね。敵と距離を取り、安全な場所に居続けることが鍵になるだろう。ウィザード?ウィザードって、元は何?魔法を極めんとする職能だな。魔法は
支援も攻撃も可能な優れた技だと言える。だが強力な魔法であればあるほど、魔法使い。その栄翔には時間がかかるものだ。栄翔の隙を仲間に守ってもらいながら戦うことが生き延びる秘訣となるだろう。あんまり聞いてなかった。探検術を極めんとする。私これにシーフにしようかな。探検は威力は低いが素早く攻撃を繰り出せる。だが軽装ゆえに打たれ弱いという弱点もある。ああそう。探検のリーチの短さをいかに体術で補うか。ああ難しそう。寛容になるだろう。え難しそうだな。その他の職能を極めていく過程で新たな職能への道が開かれることもある。そうそう、この先にあるやつをさ教えてほしいんだよな。まずは試してみることだ。試してみることか。あじゃあさ、私これ一個一個やってく。今ファイターやったから、次アーチャーやってみる。極めんとする。しかし接近されればもらい、ちょっといろいろやってみる。はい、わかった。どの職、そろそろ行くがいい。はい、わかった。他社でな。ありがとうよ。マスタースキル。ジョブごとにマスタースキルと呼ばれる最上位のスキルが存在します。そのジョブを極めたジョブマスターに認められるともらえる特別な書物を使用することで習得できます。ただし、ジョブランクが低いうちは十分な性能を発揮しません。ジョブランクが低いうち、ジョブランク。今の人がマスタースキルを極め、今の人、これ、何かが書かれているようですね。内容を確認しましょう。何のこと言ってるの？難しいな。これ覚えるまで何のこと言ってるのかとかがさ、わかんないね。なんか、これかい？何？読むことで、あ、回復魔法を、え、ちょっと待って、わからんぞ。え、探検難しめだけど、私らしい？探検の話？あ、め、しょ、なんかね、チャチャチャって、チャチャチャってできるのが、一個ずつ、まず、次は、あ、じゃあちょっと気になっている、その探検のやつやってみる。ジャンプ。どうも、ジャンプしちゃう。ここは宿屋だよ。ついでに転職の手続きもできるんだ。お金かかんのかな？まあ。普段そんなに客も来ない場所だから、一人でもなんとかなってるんだ。何か手伝いがいるかい？まずギルドを、倉庫を整理する？倉庫に預ける？ま、今はいいか。うんうん、いろいろやってみる。休むのに 1500G。あ、ジョブギルド、ジョブを変更する、ジョブギルド。ジョブギルドでは、ジョブに関する様々な手続きが行えます。ね、これ、例えばさ、あんま読んでからにしよう。すでに解放済みのジョブには、いつでも転職できます。その転職した時のさ、今の状態のまま保留できて、また転職して、また戻した時に、その保留されたレベルで、また再開できるような。全部取ろうと思えば全部取れる。全部あげようと思えば全部あげたりできる。だっけ、これって。すでに解放済みのジョブはいつでも転職できます。新たなジョブを解放するにはジョブポイントが、必要です。ジョブポイントは敵の討伐やクエストクリアにより、累算されます。スキル、ジョブ固有のアクションとしてスキルがあります。ジョブランクの上昇に伴い習得可能なスキルが増加します。習得にはジョブポイントが必要です。ノーマルスキルは習得するだけで効果を発揮します。今までのやつね。カスタムスキルは習得後装備することで使用可能になります。なるほど。アビリティはジョブ依存せず、いつでも装備できる特殊技能です。ジョブランク上昇により習得可能アビリティが増え、ジョブポイントを支払って習得します。装備するだけで効果を発揮、最大6つまで同時装備できます。アビリティっていうのは、ジョブ関係なくっていう、ジョブに依存せず、ずっとじゃあ変わらず持ち続けていられるってこと。ジョブが変わっても持ち続けていられるってことで、あ？
ジョブポイントってどっかに書いてある？右上だったりする？そういうこと。ありがとう。理解した。JP ってどっかにある？ちょっとやってみようかな。なんか書いてあるかな？あ、739もあんじゃん。じゃ変更しよう。ね、右上だったりするね。右上にコメントがあるから、ちょうど隠れちゃってる。チーフにちょっと変えてみる。よし。立ち回りの基本。素早い連続、連撃が可能な探検を、特物特物とし、機動力を活かして戦うジョブです。ヒットアウェイで敵を何とかしつつ、隙を狙って掴みかかり、隙を狙って掴みかかり、大ダメージを狙う戦法が、ただし、打たれ弱いため立ち回りには慎重さが要求されます。ほど。やっぱちょっと回復、常にいないとダメかもしれないな。ヒット&アウェイ、ヒット&アウェイって何？アウェイって立ち回り難しい。難しそうだね。嫌になっちゃうかもしんないけど。やってみよう。攻撃を避ける。RB で発動する。なんとかは。RB で発動する。人身人身わずかな。間、敵の攻撃をすり抜けられるスキル。ちょこちょこ動いてればいいってこと？ヒットアンダーウェイっていうのは。そういうこと？人身って敵の懐に接近し、すかさず攻撃を見舞うことで常に先手を取り、優位を狙えるでしょう。間合い詰めや、離脱など、応用力にも優れます。朝起し。やってみる。できないと思うけど、頑張ってみる。押さえつけからの追撃。バイで発動する2連馬。何これ？バイね。発動時に長押ししたまま体勢を崩した相手にヒットさせると押さえつけることができる。Y ね。Y を長押しする。とりあえず知ってみればいいんだね。攻撃して避ける。ヒット&アウェイ。そういう意味なんだね。ヒット攻撃、アウェイ逃げる。ありがとう。みんなありがとう。押さえつけ状態からの追撃は大ダメージが期待できます。ただし、押さえつけ中は移動できないため、反撃リスクも伴います。人数が多いとちょっと怖いね、これね。まあ、Y 長押し、敵の前で Y 長押しにしてみればいいのかな？で、X で攻撃かな。大型敵へのしがみつき。これは同じだよね。そう、長押ししたまま。あ、2連馬。あ、バイの、今のやつね。あ、2連騎馬。2連騎馬。発動時に長押ししたまま、大型の敵にヒットさせると、素早くしがみつき状態に、難しいな、これ。ちょっと言ってることが。やってみよう。状態に移行します。そこから発動スキルを多く持つシーフの攻撃になります。ああ、発動スキル多く持ってんだ。大型敵には、積極的にしがみつきを狙い、ああ、わかった。あるね、追撃コード、Y で発動する攻撃を以下の条件にでヒットさせると特殊ななんとかの追撃に変化します。1、ダウン状態など相手が大きく体勢を崩しているとき、ダウン状態相手が崩しているとき、不意打ちなど相手がこちらに気づいていないとき、なんとかの追撃、
は協力ゆえに、スキンもステルス？ステルスみたいな？ダウンとかステルスの時がいいんだね。装備画面を開きます。あ、装備変わるんだ。これ今つけてんのかな？あ、変わった。なんかマスクみたいにしちゃってるけど。隠す。顔隠れちゃってる。しょうがないか。うん。とりあえずやってみよう。スキルを習得する。まだダメだよね。X。あ、今カスタムは X しかないんだね。見て見て。この映像見て、こういう感じ。私これできんの？ね、これ私できんの？絶対できなさそうだけど。X ね。これで X。走りながら、シャッって、X を押し続ければいいのかな。ちょっともうとりあえずやってみよう。話そうぜ。売り上げも上がるんだけど。あ、習得できるポイント使うけど、まだいいか。まだいいよね。ちょっとまず今、これ以上増えちゃう。やること、覚えること増えちゃうとパンクするもんね、私絶対。でさ、今の洋服はさ、しまっとこうぜ。この辺さ、預けとこう。うん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 。え、この辺いるのかな？これ読むことで、なんて書いてある？まあ、回復魔法、まあ、魔法のあれしてるときじゃないと意味ないのかな？魔法を発動できる魔法。魔導書、魔力を持たないものでも使用可能。回復、あ、これ読んだ方がいいじゃんね。回復魔法、ヒーリングスポット。最悪自分で回復ができるってことだよね。間違えちゃった。間違えちゃった。あ、でも、今のやつを、ポーンに、読ませて、回復できるポーン。回復できない人だけど、回復できるポーン。っていうのでもいいってことか。とりあえず使ってみる。うん。これで、まだポン。でも自分で使ったポン。さて、何をしたものか。じゃあ、今のは、あ、少々お待ちください。今のはさ、ごめんね、いつもなんかだらだらやっちゃって。今のどうやって使うんだろう。セッティングすんのかな。ここは宿屋だよ。まあ、普段そんなに客も来ない場所だから、一人でもなんとかなってるんだ。あ、使って終わり？何か手伝いがいるかい？どうやって発動するの？そういうのじゃないのかい？買って終わり。またお待ちしてますよ。回復スキルを使いたいときは、あ、これなんか嫌われそうだからやめとこうね。ここにいたのか。団長がお呼びだ。村の入り口に来い。はい。聞ける話がないか探ってみましょう。新しいこと始まる。アイテムページ。見た見た。これで合ってる？なくなった。どこ行っちゃったの？なくなったのは、あのさ、今のを読んで何かを習得してなくなった
じゃないの？使い捨て？あ、じゃあもう今ので、回復。あ、今ので回復しちゃったってこと？そういうスキルを習得する本じゃなくて、私ちゃんと読んでなかったやつね、いつもの。回復薬みたいなものってこと？消費アイテム。何を消費、あ、わかった。何を消費したの？ごめん。いや、ちゃんと読まなかった私が悪いです。ごめんなさい。教えてください。何を消費したの？何を使い捨てたんだ？今の多い。じゃあ、本の効果は何？本の効果は何？本は分かってるの。使ったから消費して、それが消費アイテムみたいな感じだから使い捨てでもなくなったっていうのは分かってるの。今のを使ったことで何が起きたの？回復したの？ということだね。もったいなかった。回復アイテムみたいなのを使っちゃったっていうことで合ってんのかな？もったいなかったってことか。なんだ、私ちょっと勘違いしちゃったね。またね。文章読めないから。違うの。わかったわかった。違うの。勘違いして使ったの。グレッポル殿が呼んでいるようです。行ってみましょうか。ではその人のところまで案内を。そうそうそう、覚えると思ったの。先導をよろしく。うん、そうなのそうなの。なんかそうやって書いてあったように私には見えた。私の読み、また勘違いして読んじゃったんだけど。まずはたどり着きました。回復する本なんだね。よし、戻ったな。お前にはいろいろ聞きたいことがある。これから譲渡に同行してくれ。我々は見張りとして共に行かせてもらう。すまんな、すぐに出発できるか、それともまだ準備が必要か。うんうん、ちゃんと読むように努力する。ちょっと待って、準備が必要です。今これって何なんだろうな。うん、そうやって覚えていく。ありがとう。行こうか。まだ準備が必要なのか。必要ない。よし、では。何か用でしょうか。なんかさっきより服らしい服着てるね。私が拾ったものは各社様が優先してお使いください。優しいんだね。ありがとう。あ、ちょっと争ってくる。私を選ばれるとは実に賢明な判断です。何を言っているんだい。見てください、選んでないぞ。ついてますね。好奇心旺盛ですね。あ、この国では各社が王となる定めがある。アイテム手に入れた。難しいな。それゆえ各社と偽る者も多い。お前もそうであると言うならば容赦はしない。くれぐれも
道中怪しい行動。めっちゃ売り込んできた。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。そっちにもいた。睡眠の魔法。すぐ行くからそこでじっとしていて。近場で。全然戦えない。みんなこっちにしようか。こっちの方が分かりやすいな、攻撃は。春巻さん、お帰りなさい。ずっと迷子ですよ。いつもの初回っていう感じです。こっちの方がやってる感あるわ。てんだ。これかい？あ、そうなの、そうなの。変えてみました。なんかこっちの方が適当にパンパン押したら出てきそうです。あの邪魔者どうにか行かないか。攻撃なら私にお任せを。あ、こういう、あ、そういうことね。こういうことが、またあの像が、あ、な、あんたがちょっと行ってみて損はなさそう。それはくれるんだよね。拾ったやつはくれるんだよね。あ、ちょっとこっちの方が楽しいかもしれない。で、これ気になんない、カーソル。ごめん。役立つ素材を得られる場所ですね。あ、オッケー。得て損にはならないでしょう。で、全部かな。欲張りだから私。何？お、開けてくれた。行っていいの？やっぱさ、こう広いとこ行くとちょっとカクつくね。いい眺めですね。少し緊張が和らぎました。敵の気配は今のところないようです。めっちゃ拾ってくれてる。ごめん、こっちはこっちは来るところじゃなかったから。なんか両手にさ、武器持ってるだけで強そうだわ。このさ、シーフの、少し待っていてくれ。門を開けるよう伝えてくる。調べてみよう。団長、あの一緒にいるのは何者です？
あれは各社かもしれんのだ。各社？また偽各社ですか？各社王が現れたっていうのにバカな奴もいたもんだ。それがな、奴はポーンを従えているのだ。ポーンを？そんなバカな。各社ってのは世に一人って話じゃないですか。俺も馬鹿げているとは思うが無視もできん。譲渡に報告はせねばならんだろう。万が一偽各社なら褒美がもらえる。本物ならどうなるかは俺には想像もつかん。本物なんですよね。話はついた。さあ門を抜けるぞ。あ、はい、失礼しました。よし、譲渡に向かおう。よし、譲渡に向かおう。話しかけちゃう。結構進んじゃってるけど、あの薬草のやつとかさ、いいのかな。ちなみにこれは？地図で言うと、ここ、あ、ここはまだ行かないやつ。はい、だよ。ちょ、待って、なんだっけ、積みちゃっていいのかな。はい、お待たせしました。さすがに疲れが溜まった。向かいの技師を呼んだのだが来ていないな。何かあったのかもしれん。先に進もう。結構さ、 Y が主流な、うん、なのかね、この攻撃。 X と Y。 ここでなら野営ができそうです。まだ日没ではないですが、どうしましょうか。野営していいの？なんかやってるけど野営はしないみたいだな。行こうか。いつの間にか荷物を捨てましたね。あー、やばい、整理するのも転んじゃった。山崩れてます。全員無事か。この鹿たちは何？これも竜の爪痕だろう。あれが暴れたせいで地盤が弱くなっているようだ。そうなんだ。あとこの人はポーンかい？私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に準じます。ああ、お金かかるんですね。レベルが高いんですかね。すみません、任務中ですので。あ、なんかあのリムでファストトラベルできないのかな。わかんない、それはまだ私も。楽しみですね。ゴブリンがいます。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。私も同じ魔法を延長します。敵が私には見えないんですが。どこに？私が拾ったものです。お持ちください。ありがとう。何、どこ？ちょっと大丈夫ですか？燃えてるけど大丈夫？
敵？あ、敵だったの？え、違うよね。力を信じていました。な、何が？うん、冒険感がすごい。押せばいいんだろうな。治療なら私に任せてください。少しお待ちを。やっといてみんな。行きましょう。採取します。後に役。これでは牛舎も通れんな。しかしこの先に行けば合流できるやもしれん。誰？誰かいたぞ今。何これ？嘘、そんなハイタッチした、見たみんな。楽しい。あ、何 LB 使わないと技出ない？ LB こっちね。あ、かまいたち、あ、オッケーオッケー、分かった分かった、なんか思い出した、スーパーありがとう。 LB 押したまま、 LB 押したまま、こういうことね。オッケー、分かりました。ちょっとこれは私は戦えないですね。あ、チャンス。ちょっとあれ消えちゃったんですけど。なんかウィッチャーみたいだね。ヒットアンドアウェイ、なんだっけ、逃げる、攻撃して逃げる。攻撃しかしてない。そこ何かあるのでは。とにかく調べてみなければ。どこですか、このこと。あ、これがヒット&アウェイ。かまいたち、すごっ。疲れちゃう。疲れちゃう。よくやったぞ。あ、で、一番が取るんだ。私は取んなくていいのね。確かにこれは珍しいですね。ちょっとたまには取らせてよ。よし。え、ちなみにさ、話しかけるじゃん。今は待て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 。違う違う、荷物はさ全部私のとこに入ってんのかな、取ったやつ。そんなことないんだよね。ないよね。じゃがいもとかいろいろ取ってたよね。その荷物はどこへ行ったの。私は採取行動が得意なので常に何か得るものを探します。周囲に使えそうな仕掛けが。
各社様、何かお困りですか？会話しかできない。さて、どこに向かえばよい？行きましょうか。倉庫に入ってるとか。あ？なかなか楽しいですよ。お？ショコラさんは、あっちね。やっぱさ、ポーム使われるとポイントもらえんの？道が塞がっているじゃないか。渡れるでしょうよ。あ、ねえ、なんか出てきたけど。うわあ！くそ、サイクロプスか。半分体力減ってる。こんな場所で出くわすとは。サイクロプスです。気をつけてください。体力疲れちゃった。私スタミナが水が入っちゃ死んじゃうのかい。できるやつのようだ。カタンのか、カタン、ショコラちゃんがちょっとなんかおかしなことになってる。あ、イヴァンさん、コングマ、コングマ。正直、どうしたみたいだぞ。よくいる偽各社の一人かと疑っている部分もあったのか。この様子なら、水の中で死んじゃったんじゃないのかな。そういう人の輩ではなさそうだ。これを持っていくといい。これでまた何かもらった。何もらったかが分かんないの。ちょっと困るんだよな。ジョートの入り口を守る衛兵に備えるんだよ。警備長のベルント殿につなげてくれるはずだ。ヘッポコ冒険始まってるよ。ジョートにはいつ来てくれても構わない。無論このまま同行してくれても構わないな。ずっと見張られているというのも気分のいいものではないだろう。一旦離れようか。ポーンの蘇生とロスト。ポーンは体力を失うと行動不能になり、その場に倒れてしまいます。そのまま長時間放置するとロストとなり、強制的にパーティーから離脱します。各社が倒れたポーンに近づき、しばらく触れ続けることで蘇生を試みることができます。倒れたポーンが複数いる場合も、各社の近くなら同時に蘇生を行えます。
蘇生時のポーンの体力は優れた各社の団体力と同じ値が上限値となります。急いで。蘇生する死ぬサイレン止まったよ。助かりました。危なかった。ちょっとさ、わかりました、すぐにお助けします。回復魔法を備えます。一旦そのままで。ショコラちゃんも、あ、ショコラちゃん入ってないじゃんか。ショコラちゃん入ってないじゃんか。じゃあここにいて、難しいな難しいですよ。もうこれ一定数以上は無理なのかな、回復。あ、いいか。じゃあ、今のクエストは終わったみたいだから、あ、自らの証明のために向かおうか。でもこれ、かわいい。かわいいよ。またついていけばいいのかな？このぐらいの水は平気なのかな？あ、これ倒したらなんかゲットできない。あ、危ない危ない。強いすぎでは重量型になりますよ。重量型になっちゃったかな？一番持ってくれたりしないの？うん、大変。私は特に大変かもしれない。ミッションが到着したようだ。俺たちと一緒に行くか。あ、何？馬で連れてってくれんの？え、どうしよう。連れてってもらっちゃった方がいいよね、私の場合は。ちょっと待って、ちょっと待って。今決めなきゃダメ？どのぐらいの距離なんだろう。一緒に、行っちゃえ！では、牛車に乗ってくれ。あ、しばけさん、ありがとう。おつー。おつぐま、そこにはしごが見えますが、まだ届きませんね。上から触れれば下ろせそうです。何言ってるの？みんな乗ろうぜ。おつぐま、この子たち置いてっちゃっていいの？作者様は勝手に来るのかな？うまく使えば旅が楽になりますよ。歩き続けるの疲れますからね。あ、歩くと同じペースで。自分たちで行った方が良かったやつじゃない？これ。足立っちゃったんだ。ちょっと私には、せっかちな私にはこのペース、地図見ようか。どこまで行くんだろう。セーブしてこっか。一応大物倒した後だし。あ、ほんとだ。さすがー、さすがー。ゴブリンだ、すまんが手伝ってくれ。やっぱ見てるとこ違うよね。あ、ゴブリンで手伝ってくれ。ゴブリンと戦ってくるね。ね、ほら。いやないよ。ゴブリン。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。これは。あ、なに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 、あれだわ、ウィッチャーのシリだわ、シリ。世界は常に時間が経過しており、
一日の変化に伴って人々の行動、まず朝、昼、夜、それぞれの時間帯でのみ出会える人物もいることでしょう。宿泊施設または野外にある特定の椅子で時間帯を経過、あ、なるほど、椅子で夜にしたりできるんだね。夜間は闇に包まれ足元しか見えないほど視界が悪くなります。さらに夜間しか出没しない魔物などもおり、野外での出没後は一気に危険度が増すでしょう。周囲を照らすランタンの準備が必要。また、採取によって入手したアイテムは時間が経、あ、状態が変化、腐る概念あるんだ。生物は特に注意が必要になるでしょう。お肉とかあったね。食べ頃に熟成すると味わいが増したり、あるいは調合物としての使い道が増えたりしますが、度が過ぎたものを口にするのは特に危険な挑戦になります。一部の設置物や建物など攻撃により破壊してしまったものは一定時間の経過で復元する場合があります。取り尽くした果実なども時間経過で再び採取可能になります。です。さあ、みんなも続いてください。いいと思いますよ。なんかそれみたいだよ、シリのやつみたいな感じ。まだいるのかい。どうにか撃退したな。すまない、助かったよ。譲渡まではもうすぐだが、このまま一緒に行くか。行きます。では牛車に乗ってくれ。夜だからね、一緒に行かないと怖い。もうなくなっちゃったじゃん。朝になりました。デルンバース。一番最初に出てきた人だな。貴様のことを報告を受けている。各社を語っているそうだな。警備長殿、この者がリムを通じて各社っぽくないもんね。呼び出したのは孫うことなき事実です。私も最初は疑っておりましたが、ただの偽物とは訳が違うような。悪い奴ではありません。道中も俺たちを助けてくれました。この世の大いなる断りに定められる通り、各社たる者は世界にただ一人。そうなんです。それは今現在王宮におられる各社をその人に他ならぬ。あ、今いるの王が。この者が王を語る不届き者であることに何の疑いの余地もあるまい。まずは取り調べを行う。逃げようなどとは思わぬことだ。私が取り調べを行う。お前たちは外で見張っていろ。ここまでの無礼、何卒ご容赦を。陛下。なんだ、何、どういうこと、分かってたの。しかしながら、後期が陛下の存在を知ればまた恩義が危うくなります。いいやつじゃん、こいつ。こいつ偽物として扱うようにございませんでした。いい人じゃない。どうかご理解のほど。どのような意味か聞く。やはり記憶を失っていらっしゃるのですね。ならばまずは状況を説明いたしましょう。あなたはまさしく
このベルムントにようやく現れた格者王、その人に相違ありません。先日メルベ村で竜に遭遇し、あなたは格者となられた。それにより長らく節制校の治世が続いた我が国にようやく真の王が現れたと民も歓喜しました。しかしそれを快く思わぬ者もいたのです。数ヶ月前、特に後期 D 社などは格者王の現れる以前、全節制校存命の時からイエスイエス、まるで女王のように振る舞い、本物の格者王宮を意のままに操っておりました。その全節制校が見まかられ、ご子息が節制校の座を継ぐことを誰も疑っていなかったあの日、格者出現の知らせが城に届いたのです。リーサにしてみれば、陛下の存在は一族繁栄の障害でしかなかったことは明白でした。とはいえ、各社たる陛下を暗殺することなど人の手には不可能な所業。そこでリーサはまだ傷も癒えきらぬ陛下の身柄をさらい、呪いで記憶を奪った上で奴隷としてバタルに売り渡したのです。悪いやつだな。そして陛下の身代わりを用意し、そのものを格者王としました。女王の意のままになる人形というわけです。そういうことなんだ。ですが、こうして本物の陛下がお戻りになった以上、ディーサを野放しにはいたしません。頼んだ。私の方でいくつか策を用意いたします。詳しい話は夜の酒場でいたしましょう。お、お酒飲みながらですか。君はポーンにはならないのかい？おい、この者の権威は晴れた。この先は自由市民として保証するように。分かったな。あ、押さないと。なるほど。おー、レベルがどんどん上がっていくよ。過ごすわけには。ごめんなさい。ちょっと待って。ごめんなさい。なんかごめん、見過ごすわけにはって言われて。頭な振っちゃいけないんだね。覚えた覚えた。特約特あじゃあ役点について。竜の出現は最いやうん最最悪最悪であり。両国共通の優先対応事項である。どちらかの領土に滝の襲撃があった際は、お互いに対応の兵を送り、調査や民、なんて読むんだっけ、とかの避難に当たるよう取り決められている。国定と真偽を違えども、兵同士は相互協力に努めな、止めねばならない。あ、悩んでも仕方ない。頑張ろう。私の部下の多くも左遷を余儀なくされた。びっくりした。みんな来るから。あ、ここにいるんだね。すべては我らが民のため頼みましたぞ。了解です。ごめんなさい、ちょっと急いでて。待ちやがれこの野郎。なんだい。あ、おいお前、帽子をかぶったガキを見なかったか。見てないです。すまんな。クソガキめ、絶対に捕まえてやる。ありがとう。助かったよ。君いい人だね。あのさ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。時間はあるかな。この、そっちだ。
ごめん、今は無理みたいだ。今度会った時に話すね。それじゃあ。動かせてくれないんだ。あ、少年の逃亡を手伝った。大丈夫なの？大丈夫なの？例えばさ、いた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 、みんなどこいんだろうと思ったら。フローラ殿の依頼の品が揃いましたね。届けに行きましょうか。あ、届けに行きたい。その人物ですか。わかりました。ご案内いたしましょう。道のわかる人がいると助かりますね。どこ行った？足が疲れてきましたよ。せっかくですから、牛車旅はいかがでしょう。待って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 。誰のこと言ってんの？え、フローラン走っていくにはさ、ちょっと遠くないか？判断は各社様に委ねましょう。どうやって行こうとしてる？今どこ？今ここなんだって。走ってここまで行こうとしてない？ついてってみる？なんかファストトラベル的なことできないのかな。そこから調合素材を採取できそうです。せっかくですから探ってみては。どこですか？ここですか？こちらですね。意外と近いのか。なんかこの子。お酒でも買っておこうかしら。あ、手のマークがついてるんだね。必要なものはすでに持っているようですね。待って、遠くない。遠いよね。ここ行きたいの。違う気がするな。一回帰ろ。こちらから壊すことは不可能のようです。ええ、わかります。あ、そっかそっか。乗れるかも。何した？敵がいるの？宝箱ですね。どうにか近づけないでしょうか。どこのこと言ってますか。あ、上かな。そろそろ食事の時間ですかね。宿が恋しいですよ。中かな。中にあんのかな。あ、なんかこの中入りたい私。入れないのか。なんか今は入れないのかな。この牛車はメルベ行きだよ。すまないが前払いで頼むよ。え、いくら？いくら持ってんの私。メルベ行き、メルベ行きね。こうする、こう移動手段乗れるっぽいね。乗車券を支払って行ける。乗車中はゆっくり風景を楽しむことになりますが、目を閉じることで目的地までの経緯を短縮することができる。また時に、あ、遭遇すると戦ったりする。メルベで会ってんだっけ？そうだね、メルベ1着100円使って。この辺でまったりしちゃダメか。この牛車はメルベ行きだよ。
そうだよね、タイミングおかしいよね。あるそっぽ目閉じちゃったんだからね。来た？移動手段はこれなんだね。一社が無事に着きました。また利用してみてもいいでしょう。ちなみに私いくら持ってるの？あ、え、こんなにもあるの？ 12,642 円あんの？いや、G ね。あるの？ちょうどあれだな、見えなくなっちゃう。このくらいにした方がいいかな。スタックとか、だけちょっと出しとこうか。コメントの位置迷うなぁ。え、薬を持ってるって言ってたけどさ。これ何？あ、野営地の位置。行けば持ってることになるのかな。素材は揃いましたねって言ってたもんね。宝箱ですね。まずは調べた。ねえねえ、果肉の丸薬持ってきてくれた？持ってきたよ。あ、持ってきたよ。はい。これが果肉の丸薬なのね。ありがとう。俺少なくてごめんね。あなたのことはおじいちゃんにも伝えておくわ。心が軽くなりました。完了しました。弱る気は危険。手元に、ぜひ当店のランタンを、ただし、明かりに誘われる魔物にはご注意。終わったね、一個。一個ずつ片してこう。これか、もうこれしかないのか。また戻る感じだけど、ちょっと宿屋で寝ていこうかな。ここの宿屋、ここには宿屋なかった。ここが宿屋だったかな。はしごですね。移動に使います。これこいつは便利ですね。なんかもういろんな、何を言ってるの、どのこと言ってるの。宝箱、ここが、あ、ここで寝れるんだね。体力どうしよう、かい。ここが、宿屋だよ。まあ、普段そんなに客も来ない場所だから、一人でなんとかなってるんだ。何か手伝いがいるかい？いけない。あ、やっぱここ1500のとこか。またお待ちしてますよ。体力は大丈夫だから、朝にしよう。目を閉じる。明るい、明るいよ。二人が見つめ合っているよ。そしたら戻ろうか。また100円使って戻ればいいか。見つけました。どこですか？あ、調べてくれてる。え、その調べたやつは
ちゃんと私にくれてる？あとさ、この人なんだろう。これも、ポーンなのかな？最高の品揃えだ。品揃えだ。買う。あ、なんか鍵とかあるんだ。これが、さっき読んじゃったやつかな。早くや。あ、なんかさ、リングとか。まあでも高いね。こういうの、つけてもいいんだね。あ、リング？私リング持ってるな。ありがとな。つけてた？装備してるかな？あ、してない。体力、あ、最大体力増えた。吹かしただけで終わりましたね。仕方ありません。欲しいものがなかったんですから。各社様は計画的なんですよ。なんか、チクチク 言ってきてるけど。こうしてみると、我々の職は全て異なっています。この牛車はベルンワース行きだよ。すまないが前払いで頼むよ。いいよ。行かないの？汽車を見たら急に疲れを感じました。乗って行きませんか？目を閉じ。リザードマンです。あ、なんか敵、ちょっとやばいんじゃない？大丈夫？なんか入ってきちゃってたけど。これぞ連携、我らの力です。水濡れ状態になりましたか？え、なんかやばくない？強そうだけど。このまま押さえず、足がとどめを刺します。いい判断です。はい、回復。まだまだ油断できない。扉に回復しましょう。敵から離れて、回復魔法を使います。一旦そのままで。終わったかな？判断しないと。でもここで誰かが野営をしていたようです。確かに一旦体力回復というのも手ですね。あ、野営をすると体力回復するんだね。これをやればいいのか。必ずではないかもしれない。さっき襲撃されなかったかも。ここみたいだけど、あ、宝箱。 A と B のボタン間違えちゃうんだよな、いつも。カクつくね。魔物が出てくる。ん？これは。あ、夜にか。夜にしなきゃいけないのか。了解。どっか休めるところ。はしごが使えそうです。うまく利用しましょう。
どこですか？はしごが使えそうですって、はしごを自分が持ってれば、ここに登っ、地獄使って登れるよっていうことを言ってんのかな？すごい職人技だ。急に、知らないこと言い出すね。あ、夜になった？いい加減にしろ。商売の邪魔なんだよ。消えしまえ。この人じゃん、さっきの。でも本当なんだ。お金がないわけじゃなくて。だったら金を持ってこい。また衛兵を呼ばれているのか、うんうん、世間知らずの子供のようですね。きっとろくな教育も受けてこなかったんでしょう。結構厳しいこと言いますね。よってらっしゃい、見てらっしゃい。どこ休んでるところは、すっごいカクつくな。この地は獣人の国だったという噂です。そうなんですか。ただし正確な記録はないとも聞きます。宿屋にベンチがあるのかな。あれ、あなた確かメルベ村で。さっきあっちにいなかった。あの時はありがとう。どういたしまして。あ、ごめん、話もあっちゃった。ごめん、どうしちゃった。やっぱりそうか。世話になっちまったな。孫はまるで大冒険をしたみたいにその話ばっかりしてるよ。一応これおじいちゃんなんだ。まるで気にしない。初見さん、こん、こんぐんま。いつも無茶ばっかりしやがるんだから。まったく。お礼と言っちゃなんだが、あんたには割引してやるよ。割引してくれるって。いくらでも買って言ってくれ。何屋さん？薬屋さん？よく来てくれたな。受けた恩は忘れちゃいないぜ。あんたにはいつでも大安売りだ。やっぱこれやっといた方が良かったクエストなのかな。隠れ箱ってなんだろう。小鳥を入れるの？これちょうど見えないな、文字。あ、これさっきのやつじゃん。なるほどね。お薬も買っといて。毎度あり。まだ大丈夫かな。みんなの回復でなんとかなる。あ、思う。やってらっしゃい、見てらっしゃい。伝説の語り部。宿屋っぽいところが、あ、ここにリム。もし俺様の話が気に入ったなら、酒で喉を。あれを手に入れたいですが、すぐには届きませんね。これを開いたら、ファストトラベルできるイメージだったんだけど、できないみたいだね。ファストトラベルとか出てこない？ポーンだけだよね、これね。本だけなんだね。なんか画質どうなってんだろう。せっかくつくなぁ。あれかな、新しい町はやっぱりかくついちゃうのかな。少し画質下げた方がいいかな。パソコンは割と静か。ウィーンとかボーンとか言ってないから。そんなに負担はかかってなさそうに思える。え、これ撮っていいの？だかな。いいんだね。盗みにはならないみたいだね。別のとこに行くのもいいかもね。あ、結構カクつきがあるってエクスで見た。そうなのか。まだしょうがないことなのか。ありがとう。あ、荷物重いって。宿屋行こうか。こ
これが宿？これだ。マーカーは R。よってらっしゃい、見てらっしゃい。あっちだとアルバート様だ。スタミナ減らないのかな。あ、パソコンがうなりを上げてなければ大丈夫。そういう仕様ということで考えればいいか。どうや、到着。いらっしゃいませ。ベルンワース随一のもてなしでお客様の疲れを癒して差し上げましょう。いくらですか？2000。預けましょう。何を預けようかな。いや、今重そうな、あ、これもうダメじゃん。腐ってるんじゃない？これ腐ってるやつはどうしたらいいの？捨てれば、捨てるってできんのかな。腐っちゃった。あ、預けね。装備でしょ。ああ。これ捨てるしかないのかな？売るとかできんのかな？見に行ってみようか。あ、で、なんか、ごめんなさい。ちょっと待ってください。調合する？あ、ここで調合できるの？ここで調合できるみたい。これと、これで、あ、作っとこうか。これ何？連携しや、体力が大きく回復する。作っとこう。作っとこう。これはもう腐ってしまったんだね。あ、でも、悪くなってるけど、ね、作れるものが変わるんだ。ちょっとこう。ここで、リンゴとリンゴで干し果物。あ、そう。この辺は？あ、なんか新しいもの。作ってみよっか。あれかな？これでさ、体力、あ、欲しいもんなるんだ。あ、欲しいもんなるみたい。ランタンオイル。ランタンオイル。これで欲しいもを、作っといて、これも悪くなるのかな？これで、オイル作って、あ、良質な干し芋。で、これが、作れるわけだ。あ、ちょっと。わかんないけど、なんか楽しいぞ。で、リンゴは、干し果物と、食べてもいいかもしんないな。あ、ねえねえねえ、欲求スペック高くなってくよ。常に私も進化していかなければいけないんだ。あ、これは？これ私持ってんの？どうなの？預ける。どっちがいいんだ？こっちの方がいいの？同じこれ。今これ使っていて、全く同じやつっぽいね。ん？別注。あ、ちょっと強くなるんだ。あ、こっちの方がいいね。じゃあこれ預けちゃって、やん。また来てくれよ。交換しよう。こっちにしよう。
で、はい、預けよう。好きに見ていらっしゃいませ。ベルンワース随一のもてなしで、お客様の疲れを見てる間はさ、こういうのも売っちゃっていいのかな。これいかないでしょ。寝る間は夜になったりすんのかな。今はこの辺はまだちょっとわかんないから入れとこう。川も素材は持っておこう。荷物だいぶ軽くなったかな。長年ファイナルファンタジー14 FF14 やってるけど、そうだよね、動かなくなっちゃうんだよね。矢は矢を使うときじゃないと使わないよね。また来てくれよ。あ、セーブしよう、セーブしよう。そろそろ終わりにしようかな。でさ、明日も5時からやるんだけどさ、あ、ちょっとここから、変なことになっちゃった。明日の5時からはさ、あ、買った当初、そう、ねえ、最高スペック、相当いいの買ったんじゃん、その当時。もし俺様の話が気に入ったなら、酒で喉を潤すためのおひねりをいただくからね。はしごですね。移動に使います。使えるものは何でも利用しましょう。はしごですね。どこにはしごあるんですか？で、このはしごの、ちょっと、謎のはしごの話を、私にはわからないんだよ。うん、で、一応今夜にさっきのさ、あの黒人のこの今上に映ってるやつか、この人に酒場に来いって言われてるから、これから明日始めようかな。夜にするためのさ、ベンチっていうのはさ、どっかないのか？はい？なんかこう地図見てわかるもんなのかな？これそうじゃないの？まさか。そう。マーカー、使える。上かな？え、だ。あ、ベンチって言っても何でもないベンチだった。本当にベンチだって。ベンチだった。これは罠に違いない。あ、そうみたいだよ。なんか、ベンチに座らない。あ、座らなくても時間が経てば、多分夜にはなると思うけど。時間早めることもできるみたいな感じだと思う。家の中に、あ、これは？宝箱あるってどこ？あ、こっちにあるね。それにしても、すごい職人技だな。あった。あそこの部品はどうなってるんだろう。なかなかあれだね、いけないところにたくさん宝箱がある。見ていきますか。作業台みたいな何かできるわけではない。お買い物する感じかな。
え、村の人とも仲良くなったりとかさ。あんた、あいつの話をどう思う？何、どうした、いきなり。誰の話ですか？どっかで聞いたような話だよな。あれ、なんか一番みたいな。その辺の酒場で聞くようなよた話と何も変わりはしない。話の面白い物乞いがいると聞いたんで見に来たが、特に得るものはなさそうだな。しかし、妙に羽振りが良さそうな物乞いだよな。おひねりだけであんなに稼げるもんかね。何、物乞いの生活をのぞき見る。何か発生しましたね。伝説の語り部アルバート様だ。もし俺様の話が気に入ったなら、酒で喉を潤すためのおひねりをいただくからな。恐ろしい。なんかすごいこと教えてくれるんだ。コトラゴンの首切れてんじゃん。聞いていって損はないぜ。さてさて、とある英雄が忘れ去られた祭殿で大蛇と戦う兵士に出会ったのが始まりだ。何、今チラ見して。これは助立せねばと駆け寄る英雄。しかしどうにも、あ、座布団みたいな赤い筋木の、あ、置いてある椅子に座る。なんかないんだよね。その直後、ありがとう。部屋を満たしていくではないか。地図で出てくれればいいんだけどね。なんかもうそれ探してても見つからなそうだから。どうしよう。いっか、もうなんかこのお花気になるけど取れるのかな。いいえ、ありそうな雰囲気もないしな。町には一個あったりしないのかな。あった、あったよ。え、ちょっと地図でチェックしとこう。ここに一番置き換えてここに置いとくわ。よかったです。噂をすればですよ。じゃあ明日、このクエストの、これだね。夜の酒場でベルントと話す。これを進めようかな。で、この辺も、始められるなら始めつつ、これを始めつつ、ここが進むなら進めつつみたいな感じでやっていこうと思います。じゃあ、今日はこれで終わりにしようかと思います。皆さん、長時間いた方、お疲れ様でした。おつぐまでした。なんか楽しい。楽しんでやってます。探り探りですが、最初は覚えることがいっぱいでグダグダでしたが、多分しばらくはグダグダしちゃうと思うけど、頑張って覚えて、楽しみながら覚えて、いい旅ができるようにしたいと思いますので、よかったらまた皆さんも見に来てください。ありがとうございました。ではでは、また次のライブでお会いしましょう。おつぐまでした。バイバイ。人を疑う月に見ていてくれ。転がってそうじゃない。しばらくこのままでいいか。ここなら多少騒いでも人が目なしだね。サボるわけにいかねえ。ここだと素が出ちゃうわね。喧嘩なら負ける気はしねえが。あ、いらっしゃい。疲れるしね。